え、カズマ？私から離れるなんて許さないんだから。え？今日一緒に帰るから。塩対応だった幼馴染がこんな風に変わったのにはある理由があった。俺は遠山慶斗、七熊高校に通う1年生だ。一緒に学校行こう。今日も来たの？今日も俺が来た。朝からうるさい。まあまあそんなこと言わず行こうぜ。彼女は隣に住んでる黒木和奈。赤ちゃんの頃からずっと一緒の幼馴染で、俺は和奈に生まれた時から片思いしてる。はぁ、あら、ケイト、和奈ちゃんと仲良くしたいのかしら。はっ、和奈ったら。一緒に幼稚園行こう。ケイトがどうしても和奈ちゃんと行くって聞かないのよ。和奈、ケイトくんが迎えに来てくれてよかったね。カズナちゃん、ブランコしよう。お絵かきする。一緒に学校行こう。うん。カズナ、みんなでドッジボールしようぜ。本読みたいから行かない。一緒に学校行こう。小学校と違って集団登校しないよね。だから俺ら二人で行こう。なんで？だって一緒にいた方が楽しいじゃん。うん。カズナ、一緒に体育委員やろうぜ。私、図書委員やりたいから。カズナが俺に冷たいっていうやつもいるけど、カズナは自分の意見しっかり持ってて、周りに流されないのすげえし、そういうとこも好きだ。今日もカズナと登校だ。なんだ？委員会あるの忘れないでね。やべ、今朝委員会あるの忘れてた。遅い。ケイト、いつもならこの時間に来てるはずなのに何してんだろう。 LINE 送ろうかな。ダメ、 LINE 送ったら負け。弱みを見せたら負ける。ケイトが来るまで待ってよ。カズナ、あなたまだいたの？もう学校行かないと遅刻するわよ。ケイトが来ない。ケイトくん、どうしたのかしらね。いつも迎えに来てくれるのに。カズナ、家に行ってみたら？でも、行ったら負けた気が。何言ってんの？ケイトくん病気かもしれないから見てきなさい。ケイトならいつもの時間に出てったけど、カズナちゃんのとこに行ってないなんてどうしたのかしらね。ありがとうございました。ケイト、いない。もし事故にでも遭ってたらどうしよう。ケイト、いるかな。あれ、黒木さんじゃん。あんまり知らない男の人苦手。ケイト探してんの？なあ、ケイトってどこか知ってるやついる？注目されてるの嫌だよ。そういえば朝から委員会あるとか言ってカバン投げしてて慌てて教室出てったよ。だってさ。どうも。ケイト、きっと委員会あるの忘れてて慌てて学校行ったんだ。私に連絡するのすら忘れて。うわっ、しまった。俺カズナに先に行くっていうの忘れてた。どうしよう。今から連絡。こら遠山、携帯はしまっとけ。あー、すいません。委員会終わったけど授業始まっちまうからカズナんとこ行けねえじゃん。あ、ケイト、黒木さん来てたぞ。え、マジで？あのカズナが俺の教室まで来るとか思わんかった。めちゃくそ嬉しいんだが。カズナ、なんか言ってたか？ケイトが委員会行ってていないって言ったらすぐ帰ったぞ。ありがとう。あー、早くカズナに会って謝らねえとはって思ってたのに、休み時間のたんびに移動やら先生に用事頼まれたりで行けなくて昼休みになってんじゃねえか。カズナ、黒木さんなら出てったよ。ありがとう。あ、カズナいた。今朝委員会やったのすっかり忘れててさ、
カズナのことを置いてっちゃって悪かったな。一緒に行きたかった。待ってたのに。怒ってる？別に。はわー、カズナ思いっきり拗ねてんじゃん。一緒に行きたかったとか可愛いかよ。カズナごめんな。反省の色が見られない。ちゃんと謝って。カズナごめん、お詫びするからこの通り。アイス買うとか飯をおごるとか映画連れてくとか何でもするから。全部俺得だけどな。もう私のこと置いていかない？置いてかない。何かあれば連絡する？何があっても連絡する。私がしてほしいことをしてくれる？するする。私が欲しいものを買ってくれる？買う買う。これからは私の言うことを聞いてくれる？聞く聞く。それじゃあこれからケイトは私の…え？恋人とか？下僕ね。くっ、うん、そんな気はしてた。でも下僕でも幸せだと。じゃあカズナの下僕になった俺は何したらいい？隣に座って。はい。もっと近くに座って。はい。え、カズナ？私から離れるなんて許さないんだから。え、今日一緒に帰るから。うん、迎えに行くよ。あれ、俺下僕になったはずなのにめちゃくちゃ恋人みたいな扱いされてる。カズナ遅い。ごめん、先生の話が長くてさ。行こっか。はわわわわ、カズナがめちゃくちゃ可愛いぞ。歩くの早い。え、早かった？ごめん、いつもと同じ速さで歩いてるつもりだったんだけど。うん。え、ケイトが先に歩いてかないように繋いどく。うん、カズナと手を繋いで歩ける日が来るなんて幸せだ。ただいま。カズナ、おかえり。お姉ちゃん帰ってたんだ。さっきケイト君と手繋いで歩いてるの見たよ。なになに、いつから付き合ってんの？付き合ってない。はあ？付き合ってないのに手繋いでるってどんな関係よ。ケイトは私の下僕だから。下僕？なんでそんなことになってんの？ケイトが私を置いて学校行って、そのお詫びに何でもするって言ったから私の下僕にしたの。ケイト君はそれでいいわけ？嬉しそうだった。まあそうかもしれないけど、カズナはどうしてケイト君を下僕にしようと思ったわけ？ケイトがもう勝手に私の元を離れていかないように、ずっとそばにいてもらえるように。それって好きってことじゃん。なんで素直に好きって言わないの？好きな人に好きって言ったら負け、弱みを見せたらダメって言ったのお姉ちゃんでしょ。え、私そんなこと言った？うん。りゅうくんに振られたよ。お姉ちゃん鼻水垂れてる。ありがとうカズナ。いいカズナ、恋愛はね、好きになった方が負けるのよ。ん？好きな人に好きって言ったら負けだからね。弱みを見せちゃダメだからね。わかった？うん。ちょっとお姉ちゃん、カズナに何の話してんの？じゃあケイトに好きって言えないんだ。くわー、そんなこと言ってたわー。え、もしかしてそれでずっとケイト君に好きって言ってないの？うん、好きだと思うたびに好きって言ったら負け、弱みを見せたら負けって心の中で言い聞かせてた。あー、それ完全に私のせいだわ、ごめん。あのねカズナ、好きな人にはちゃんと素直に好きって言わないとダメよ。それ今までと
言ってること違うんだけど。気づいたの？後悔してからじゃ遅いんだって。それで私、素直に好きって言って、じゃーん、ゆうくんとよりを戻して婚約までこぎつけました。お、おめでとう。カズナ、ケイトくんに素直な気持ち伝えないと後悔するよ。ちゃんと言いな。一緒に学校行こう。ケイト。あ、やべ、俺下僕だった。カズナ様、ご一緒にお学校へ行きましょうでございましょうか。ケイト、日本語変。あれ、なんて言えばいいんだ。別に普通でいいから。え、下僕なのにご主人様に普通に喋っていいのか。カズナは優しいな。そうじゃなくて。ん、なんでもない。言えない。カズナ、お昼一緒に食べようぜ。今度こそ、今度こそ言うんだ。カズナ、はい。何？カズナのためにお弁当を作ってきた。え？いや、下僕として何ができるか考えてさ、弁当ぐらい作れんといかんだろうと思って、朝4時に起きて作ったんだ。そんなことしなくていい。ああ、ごめん。余計なことしちまったか。そうじゃなくて。俺が作ったまずい弁当なんていらねえか。いる、食べる。そうか、カズナは優しいな。優しいのはケイトだよ。好き。マジで嬉しい。カズナが俺の作った弁当好きって言ってくれて嬉しいよ。また明日も頑張って作るからな。そうじゃなくて。俺が来た。カズナ、帰ろうぜ。うん、今度こそちゃんとケイトに好きって伝える。でもいざとなるとやっぱり緊張するよ。恥ずかしいよ、どうしよう。帰りに七熊アイス寄ってかね。ああ、もちろん俺のおごりでさ。お姉ちゃんの呪いがなかなか解けなくて、好きっていうのがすごく難しいよ。新作で蜜芋ブリュレってのがあるらしいんだけどさ。でも今が好きっていうチャンスなんだから、勇気出して言わないと。カズナは好きか。え、ケイトに好きか聞かれてる。好きです。めちゃくちゃ好きじゃん。めちゃくちゃ好き。ついに言ってしまった。じゃ、蜜芋ブリュレアイス食いに行くか。蜜芋ブリュレ。うわ、うんめえ。さすがカズナが好きって言ってただけあるな。うん、違う、そうじゃない。それじゃあまた明日な。待って、どうした。あの、私の家来てくれる。おお、いいぞ。カズナの部屋来るの久しぶりだな。お菓子とかジュース買ってくる。ゲームのセットアップする。映画の方がいいか。あ、マッサージしてほしい。全部いらない、もう下僕やらなくていいから。それって俺はもう必要ないってこと。ケイト。うわ、突然どうした。虫でもいたか。私ケイトが好き。え、下僕じゃなくて私の恋人になってください。マジで言ってる。本気だよ。今日朝からずっと言おうとするたびに失敗して、ようやく言えたの。俺もカズナが好き、大好きだ。うわ、すげえ嬉しい。お姉ちゃんの教えを守ってたら遅くなっちゃってごめん。お姉ちゃんの教え？は？そんなこと姉ちゃんに言われてたの？うん、それでずっとケイトに塩対応しててごめんなさい。ま、俺は塩対応だろうと甘々の砂糖対応だろうと、カズナを好きな気持ちに変わりないけどな。ケイト、
大好き。うん、俺も。こうして私たちは恋人になったんだけど、うん、おはよう、カズナ。え、ケイト？さ、制服に着替えようか。自分で着替えるから。歯磨きしようか。自分で磨けるから。カズナ、はい、靴。もうケイトは下僕じゃないってば。恋人になったら下僕以上に甘々なケイトに溺愛されちゃってる。ああ、カズナのお世話すんの楽しいな。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。